今から会見を始めます今日はウクライナシリーズの13回目ですロシアによるウクライナ侵攻では様々な国際法違反が目撃されていますロシアの戦争犯罪、人道に対する罪を裁くことはできるのでしょうかこの重要な任務を期待されているのがオランダ・ハーグに本部を置く国際刑事裁判所 ICC です 3月には、カリムカーン主任検察官が、戦争犯罪の捜査に着手すると表明。4月には、自らキエフ郊外のブチャも視察しています。ICC に何ができるのか、これからどういう展開が予想されるのか。今日は、9年間 ICC で裁判官を務められた中央大学法学部特任教授の尾崎邦子さんをお招きいたしました。 尾崎さんは1979年に外務省に入省され、主に国際法やマルチ外交に関わる部署を歴任された後、2010年に ICC でのお仕事を始められました。9年間の在任中、ケニアやコンゴ民主共和国での人道に対する犯罪や戦争犯罪などを担当されてこられました。この後小崎さんから1時間ほどお話を伺い、 続いて皆さんからの質問にお答えいただきます。質問は会場とオンラインの両方でお受けします。オンラインからの質問は2つの方法で受け付けます。ご自分の声で直接質問したい方は、画面下の方にある手のマークのボタン、手を上げるを押してください。質疑応答の時間に私から指名します。テキストでのご質問は Q&A から受け付けます。 ご所属とお名前、質問を記入し送ってください。q a d からの質問は今から受け付けます。司会は日本記者クラブ企画委員で読売新聞の大内咲希が担当いたします。 えすいませんちょっと会場の方で、えー、不調がありまして修正次第尾崎さんにはお話を始めていただきますもう少しお待ちください、はい よろしいですか <laughs> あでもこれでやってきますので,いいです大丈夫です。これだとむしろ次に行くのはいいそうですね。<laughs> すみません。いいですか。すみません。お待たせしました。では、尾崎さん、よろしくお願いいたします。はい、ええー、ただいまご紹介に預かりました、尾崎邦子でございます。よろしくお願いいたします。あの、今日は、えっ、ー、と、簡単な資料を。簡、え、単、ー、簡単なパワーポイント資料を、えー、準備させていただきました。 でそれとあとは少しいくつかの,あの URL を使ってできる限ぎり何、えー、というかあのちょっとかなり複雑な話も入ってきますが、えー、とできる限りこうなんかぎり、えー、システマティックな形でお話をさせていただきたいと思っています。であの大体の流れがこの1枚目のスライドにあります、まあ、まずその国際刑事裁判所 ちょっと以降、ICC と呼ばせていただきますけれども、この ICC というのがどういうものであるのかという話、えーまあ、国際機関ですので、ちょっとあの日本で普通に想定する裁判所とは違う、えー、機構、組織になっています。それから2番目が ICC の対象犯罪ですね、これはあのジェノサイドとか人道に対する犯罪といったものです。でそれぞれぞに、えー、特色がありますので それにについいてて簡単にご説明させていただきますで。この2つを踏まえて、えー、じゃあ実際にウクライナで ICC が何ができるのか、できないのか、ICC ができないことに何があって、それは誰がやるべきなのかといったような、えー、お話をさせていただきたいと思います。まず、えー ICC というものがどうしてできたかという、まあ、一種の設立の背景なんですけれどもこれは冷戦の終了ですねというものが非常に大きかったと思います1990年代の初めこの頃はその冷戦が終了したということによってそれまでできなかった東西対立の中でできなかったいろいろなことができてくるという一種のまあ何というかユーフォリア のがありましたでなおかつその冷戦に、まあ、いわば勝利したのがその自由主義とか民主主義とかそれから基本的人権の尊重というものを標榜する側であったということでそういったですね価値観が国際社会全体に広まるという期待感もあったわけです。 で現実には例えばその安全保障理事会ですねこういうところが機能するようになったそれまでは、まあ、どちらかの陣営の拒否権で何もできなかった安全保障理事会が、ね、機能するようになったということが挙げられますでただこの冷戦が終了した、えー、時というのは、まあ、いわば多賀が緩んだような状態になってきて地域紛争とか国内紛争が頻発した あるいはこれが非常にそれまでまあ常にあった紛争がですね激化した激しいものになったという時代でもありましたで特にまあ旧ユーゴスラビアの紛争であるとかルワンダの紛争が有名なんですけれどもそれ以外にもまああのかなりひどい紛争というのがあってこれらの紛争の特色というのは文民が巻き込まれたことです つまり冷戦ではなくてもちろん熱戦なのですけれどもその中で文民に非常に大きな被害ができる出るというのがこれらの地域紛争とか国内紛争の、えー、特色でした。でそれに対してその機能をするようになったなおかつ、えーまあ、人権の尊重を含むその共通の価値観というものを 共有、まあ、そういった価値観が生まれつつあるといった状況で機能しつつあった安全保障理事会がいろいろな対策を取るようになりますでその、えー、例というのが、えー、例えばこの、えー、旧優吾国際刑事裁判所とかルワンダ国際刑事裁判所の設立でしたこれはこの ICTY 旧優吾国際刑事裁判所の設立が93年 ルガンダ国際刑事裁判所の設立が94年ですで。両方とも安全保障理事会が設立しています。でそれ以外にもカンボジアであるとかセラレウネであるとか、まあ、そういうところで混合裁判所、これはまあ現地政府とそれから国連が協定を結ぶあるいは PKO が関与するという形の裁判所ができるようになります。でこういった裁判所が 対象にしたのがその先ほど申し上げた文民の被害ですね。で特に大規模分民に対する大規模な人権侵害でを対象にした裁判所でしたで。これはもう冷戦時代にはできなかったことです。でこういったものがこういったものに対応するという意識がこの時期この1990年代の前半にまあ一般化したということで。 まあじこれはあの、ここに書いてある文言は ICC 規定のぜ、えー、全文から取りましたけれども、例えば国際社会全体の関心事である最も重要な犯罪であるとか、人類の良心に深く衝撃を与える想像を絶する残虐な行為、まあ、こういった行為に国際社会として対応する、でこの ICTY や ICTR のように、その都度その都度、えー、しかも安全保障理事会が作ると。 いうのではなくて、えー、全国際社会が関与したまあ普遍的な裁判所を作ろうではないかということでできたのがこの国際刑事裁判所になります。で、そういう意味で普遍的でかつ高級的な裁判所あるいはそれを目指した裁判所、なおかつアンポリだけではなくてすべ、えー、ての国が関与できる当事者になる裁判所と。 いうことでできたものなんですけれどももちろんそのこと自体によるその限界というのも icc は抱えていますでこの、えー、じゃあその実際にこの出来上がった icc というのがどういうものなのかなんですがこれはちょっとですねあの私は図を書くのがパソコンで図を作るのが不得意なもんですから既存のものを、えー 買わせてていただきましてこれは実はあの外務省のホームページに載っかってるあの資料なんですけれどもあの1枚でうまく一枚というか2枚でうまく説明しているのであのよく使います。でこれあの、まあ、あの表紙はあの国際刑事裁判所の外観建物の外観です。でこの,、ね、の ICC とは何かというところなんですけれども集団,殺集団殺害犯罪いわゆるジェノサイド。 それから人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪、これを犯した個人ですね、国ではなくて個人を国際法に基づいて訴追、訴追、処罰するという裁判所です。でなおかつ、まあ、常設の国際刑事裁判機関であるということですね。で、あのオランダのハーグ、物理的にはオランダのハーグというところにございます。まあ、ちっちゃな町ですけれども。 すみません、これどこでですすか。そうですね。は,い、でこれはあの先ほど、えー、申し上げたように条約に基づいて作られています。そのユーゴやそれからルガンダの裁判所のように安保理決議ではないです。でえー まあ、自らが自分の意思でこの条約に参加する、まあ、そういった国だけが締、えー、約国になっているというものです。でこの条約、まあ、ローマ規定と呼ばれていますけれども、これは1998年に採択されて、えー、2002年に効力発生しました。で、2003年から裁判所は活動を開始しています。で、日本は2007年に、えー、日本については2007年に発行したと。 いうこ,とですでこの ICC の仕組みなんですけれども、えー、とここでちょっとあの大事なことはですね、えー、ICC というのはこう世界中の、まあ、こういったその重要犯罪ですね、について全部やりますという裁判所ではありません。まあ、たかだか 900, 900人ぐらいの国際機関ですので、それは絶対に無理です。でこれはあのでなおかつ犯罪というのは これは普通の犯罪であれ、こういう重要な犯罪であれ、そ起こったところでその裁判を訴追,訴追するというのが、これはもう、なんていうか、大原則なんですね。これは被害者もそこにいますし、証拠もそこにありますし、犯罪というのは、社会を傷つけるものですので、その社会が自ら修復する、裁判を裁判するという形で修復するというのが大,大前提です。なので本来 領域国犯罪が起こった国で裁判を行うべきなんですけれども、それができない場合、まあ、ここに書いてある関係国に被疑者の捜査・訴追を真に行う能力がない場合、あるいは意思がない場合、まあ、国が関与しているような場合ですね、そういう場合に ICC が出ていくということになります。まあ、これを補完性の原則と呼んでいます。でこの対象犯罪 はジェノサイド先ほど申し上げたこの4つ、まあ、これをまとめてコアクライムという、コアというのは真ですね、あのリンゴの真の真ですけれども、まあまあ、そういう真に当たるような犯罪の中の犯罪という意味でコアクライムと呼んでいますけれども、この4つはコアクライムになります。で、まあ、これについて、えー、国内で刑事手続きができない場合に ICC が出ていく ICC の組織というのはこの右側のこの四角の中にありますけれども、えー、国際機関ですので一、まあ、つの、えー、機関の中に全て入っています。で日本ですとあの当然検察庁と裁判所っていうのは全く別の組織ですけれども、えー、とこれ国際機関になると2つの機関を作るというのは、えーまあ、できにくいやりにくい。 ですので、一応機関としては一つの機関になっていますが、中では完全に独立しています。完全に独立した検察局というのがあって、そのヘッドが、えー、まあ先ほどちょっとあの話にも出ました、今はあのカーンさんという検察官ですね。えー、で、その下にまあ300人ぐらいですかね、3,400人の人員をこの検察局は抱えています。 でその中には捜査部門もありますし、えー、後半に立ち会ういわゆる検事さんもいます。それからあとはあの裁判部というのがありまして、これは余震裁判部、第1審裁判部、それから上訴審という、まあ、3つの裁判部門があります。余震というのはちょっと日本にないのであの分かりにくいかもしれませんけれども、まあ、の逮捕状を発行したりです、ねえー、捜査の許可を与えたりと。 いうようよな令、まあえー、状,状裁判官と検察官の中間みたいな役割をする組織です。で第一審裁判部が普通の裁判から上訴審、まあ、二審制を取っているということです。あとはあ初期局というのがありましてこれはあのまあサービス機関ですねあの通訳の手配をやったり、えー、被害者関係の事務とか。 あるいは、うん、そうですね、商人、これは両当事者の商人を保護するとか。まあ、そういった仕事、あと予算とか人事もやります。まあ、こういった、機、え、関、ー、があります。で、今の締約国が百二十三か国ということになります。この地域って書いてあるのは、実はパレスチナも入ってるからです。 でこれ実際にです、ね、どういう形でその ICC が出ていくかということなんですけれどもまず、えーと、これは ICC というのは刑事裁判をやるところですので財刑法廷主義を非常に厳密に守っています。したがって、えー、と訴求はしませんつまり ICC のローマ規定が発行した後の犯罪しか扱いません。 さらにですね、国際機関、条約に基づいてできた機関ですので、この条約に入っている国しか拘束しません。ですので、ICC が出ていくためには、まず犯罪の実行地が締約国、ローマ規定に入っている国である場合、あるいは犯罪の被疑者ですね、国籍国が締約国である場合、原則としてその2つだけです。 ですので、すの非締約国で、非締約国国民が犯した犯罪というのは対象になりません。ただ、その非締約国であってもです、ね、その非締約国が、まあ、この犯罪について、あるいはこのような事態について、裁判所の管轄権を受諾しますよというときは出ていくことができます。まあ、今回のウクライナというのがその例になります。 でこういった管轄権に基づいて、締、えー、約国が ICC 検察官に対して、ですね、こういう事態が起こっているので、これを調べてくださいという付託をした場合、あるいはですね、検察官本人がまあ捜査を開始する場合もあります。ただ、この場合には、予診裁判部の許可がいるということです。で3番目は、ですね、これだと括弧2になってますけれども、3番目は安保理です。 安保理は国連憲章7章つまり強制権限に基づいて事態を ICC の検察官に付託することができますつまり非締約国で非締約国国民が起こした犯罪であっても安保理だけはこの事態を付託することができてその場合には、えー、ICC が、えー、捜査を開始することができます、まあ、この例としては、えー、スーダン、ダルフール これは非定約国ですけれども、安保理が付託しました。それからリビアですね、これも非定約国です。で、まあ、同じような例で付託がうまくいかなかった例もあります。シリアです。まあ、シリアではいろいろなことが起こったのをご存知だと思いますけれども、安保理に付託すべきだという声は、安保理がシリアの事態を ICC に付託すべきだという声はありましたが、これは、えー、まあ、 某常任理事国が拒否権を、えー、発動してですね、えー、その付託ができなかったという事例もあります。まあこれがですね、えっ、ー、と ICC の、えー、仕組みですね。あとはあのこういう感じで今どういう事件をやってるか、まあアフリカの事件が多いんですけれども、このウガンダ、コンゴ、中央アフリカですね。まあこういった事件が、えー、行う、えー、今。えー 少なくとも捜査が始まっていてで、いくつかもうすでに有罪判決が出ています。でこれは、えー、付託した、付託されたものとか、安保理付託のもの、それから検察官が、えー、職権で捜査を開始したもの、まあ、いろいろとこう表になっています。今、この全部で、まあ、この最後にウクライナというのが乗っかってますけれども、ウクライナは、えー、ICC の非締約国だけれども管轄権を受託していると。 締、えー、約国、他の締約国ですね、41か国が付託したことによって、捜査が始まったわけです。で、この、えー、まあ、こういったことが、ですこれが概要です。で、大体今、123か国、たくさんに見えるんですが、実はそうでもないです。 あの非常にまず安保理の常任理事国が入っていません入っているのはイギリスとフランスだけですアメリカ中国ロシアは入っていないということそれからあとこれをちょっとご覧になるとですねアジア太平洋が少ないです地域的にも偏りがあります中南米アフリカあと西欧東欧というのはもうかなりたくさん ほぼ網羅的に入っている。まあこれそのアフリカがですねの事件が多いというのは実は、えー、このせいもあります。ただこのアジア太平洋で入っている国をご覧いただくとですね、まあそれこそさっきシリアの話がありましたけれども、えー、紛争が実際に起きているいろいろな国、例えばミャンマーもそうですけどね、が、えーえー、っと入っていないということが、えー、お分かりになると思います。 まあ、そういう意味で、ちょっとかなり偏りがある。まあ、というのが現実です。すみません、これパワポに戻るのですか。<laughs> あ、そこですか。 こういったことで、この ICC の特色というところで、パワポに戻って挙げさせていただいた、今の加盟国との関係というのは、今申し上げたとおりです。地域的な偏りがあるということ。あと、その管轄権の行使、先ほどご説明したように、いろいろな条件がついてきますので、ICC が実際に捜査に出ていくというのは、そんなに簡単なことではありませんしかつ、ここで国際協力と書いたのは、 えー、ICC 自体はもちろんあの捜査部門はあるんですけれども、例えば日本の警察のように、えー、勝手に捜査、まあ、勝手にと言ってはいけないんですけれどもあの、捜査をするということは難しい、これは必ずその、えー、捜査の対象となる国の許可を取って、そこに出かけていって捜査をする、あるいはです、ね、そういった国から資料をもらう、証拠をもらうという方式を取ります。 まあ例えば、ルワンダで犯罪が起きました、はい、ルワンダに行きます、捜査官が行きます、そこで捜査をすぐに直ちに開始しますということはできない、これは必ず協力、締、ま、約、あ、国はもちろん協力義務を負っているわけですけれども、ただ、ちょっとそこに一手間かかるということで、で時々協力しない国もいます。で、保、ま、管、あ、性の原則については、先ほどお話しした通りです。 あと、これはちょっと今回の話には直接関係あるかどうか分かりませんけれども、被害者の権利というのが非常に重視されていまして、被害者の公判後半参加、裁判への参加とか、被害者の賠償手続き、日本だとまあ全く別の民事手続きになるんですけれども、そういったものも ICC で扱われているというのが特色の一つになります。 で次、まああと、あとこれはですね、あとでご覧いただけばいいんですけども、ICC のホームページなんですけどね、<laughs> なんですけどねっていうのも、これで共有のとこやればいいんですね、えー、これですかあ、まあいいですね、じゃあ。 あこれはちょっと後であのでご覧いただければ本当にあの、えー、と裁判自体は普通の,あの裁判です普通の刑事裁判で、まあ、ちょっと日本の例えば東京地裁に行ってご覧になるのと,と同じような感じです。えー、検察側がいて弁護側がいて被告人が座っていてあの証人が証人席があって。 ただ、唯一違うところは、まあ、日本でも最近そうなりましたけれどももうちょっと大事なところにですねあの被害者代理人というのが座っているというところが、まあ、ちょっと違うかなという感じですね。で、次に、えー、ICC のこの対象犯罪なんですけれどもこれは先ほど申し上げたようにいわゆるコアクライム真になるような、まあ、最も重要な犯罪ということになります。 でこの4つの犯罪ですね、ジェノサイド、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪、これはすべて、えーまあ、国際た、ただ単にその地域、地域、例えば日本の刑法上の犯罪というのは、日本の社会が、まあ、犯罪と認めた、えー、日本の刑法上のに基づく犯罪ですけれども、そうではなくて、国際社会全体に対する犯罪である、で国際法上の犯罪である。 いいうふうふに言われているもので,すでまあこの体制的義務とか強行規範とかいうのはまあちょっと国際法の用語ですのであんまり気にしていただかなくてもいいんですけどもただこれだけは絶対にやっちゃいけないというまあ非常に強い義務ですねが課されているものだというふうにお考えください。でこれ4つって言いましたけれども。 まあ実は同じような性格を持つ犯罪が他にもあります。えー、例えば拷問とかですねあるいは奴隷化人を奴隷とすることですね奴隷取引であるとかあるいは強制失踪、まあ、こういったものも、えー、一種のこの国際社会全体の法益を侵害する犯罪あるいは国際監修法上の犯罪と言われていいいますこれは単発でも、まあ、そういう扱いを受けています。 ただ ICC が, IC が対象とするのは比較的大規模に行われる犯罪ですのでこの4つということになります。でこのまあ一つ一つの犯罪なんですけれどもこのまず一番このコアクライムの中のコアクライムと言われているのは集団殺害犯罪いわゆるジェノサイドということになります。 でこれはあのニュルンベルク裁判が始まりと言われているんですけれども、そのジェノサイドという言葉がですねきちんと定義されたのは、この1948年のジェノサイド防止条約でになりますで。この条約の定義を、えー、ICC も使っていますで。これはどういうものかというと、この国民的、民族的、人種的、 または宗教的な集団、この国民的というのは国籍ではなくてナショナルという趣旨ですね、えー。ナショナルエスニックという、そういったレイシャルですねで。こういった集団の全部または一部に対して行われる犯罪なんですけれども、ただその集団自体を破壊する意図を持って行うということになります。まあ、ただ単に追っ払う、まあ、民族浄化というのはそういうものですけれども、とか、えー、あるいは迫害するとか、 あるいは脅すとか、えー、支配するとかそういう意図ではなくてその集団を殲滅するという意図を持っていなければいけない、まあ、これがあるから非常に重いとされているわけですでなおかつその行為というのも限られていてまず殺すことそれから身体または精神に重大な害を与えること、まあ、それから、えーまあ、例えばこう水の供給を足すとかねそういったことを意図した生活条件を課すること。 それから出生を妨げる、あるいは子どもを移す、これも、えー、ジェノサイドの特色になります。つまり集団の再生産を、えー、妨げる、これによって集団自体を殲滅するということですね。でこういった行為がジェノサイドに、えー、当たります。ですので、結構この要件のハードルは高いです。 例えばです、ねあの、その集団に関わりなく誰でも彼でも殺すというのはジェノサイドにはなりません。特定の集団が目当てじゃなきゃいけない。あとあの、よく言われる文化的ジェノサイド、その集団のです、ね、文化を根絶する、まあ、これもひどい行為なんですけれども、これも条約上のジェノサイドには該当しません。まあ、ただ、こういったものは別の犯罪として、まあ、訴追される場合はもちろんあります。 あと次にその人道に対する犯罪というのもあるんですがこれももともとはニュルンベルク条例ニュルンベルク裁判に由来してますけれどもニュルンベルク裁判では人道に対する罪というのがありましたでそ,こその中の一番深刻なものがジェノサイドで、まあ、それ以外のものが人道に対する犯罪という、えーまあ、歴史的経緯から言えばそうなんですね。 でこれについては特に条約はありませんというか今こ作っているところです。でこれは、まあ、主として、えー、いろいろな国際刑事法廷で、えー、成立してきましたで。その条文として一番詳しい規定を置いているのは ICC 規定、ローマ規定になります。でこれはですね規定の7条というのがあるんですが。 文民たる住民に対する攻撃であって、つまり戦闘員じゃない人に対する攻撃であって、広範または組織的なものの一部として行われる行為になります。つまり単発の行為ではない、しかも分民対象が文民であると。 いうことですねこの公判または組織的というのが、まあ、普通の犯罪とは、えー、違う、まあ、一種の指揮条件になりますで。具体的な行為はジェノサイドに比べるとかなり幅が広いです。え殺人、絶滅、奴隷化、住民の追放これ、子どもだけではなくて大人も含めた住民のつ追放や移送あとは公金、その他の、えー、身体的な自由の剥奪あとはですね、拷問。 それから性犯罪ですね、強姦性的な奴隷、あるいはこの重大な迫害行為というのも入ってきます。あとはまあ強制失踪、アパルトヘイトといったようなもの、こういったものが人道に対する犯罪ということになります。 それからですね戦争犯罪これが実は一番複雑でちょっとややこしいですで戦争犯罪というのは、まあそのえー、戦争が始まった後に戦争とはいえ、まあ、戦争というのはいろいろなことが起こるものなんですけれども戦争中であっても絶対にやってはいけないことというのが、まあ、国際法上いくつか決められていて。 でそのやってはいけないことの中でも特に悪質なものについてこれを犯罪として取り締まるというのが本来の発想です。でその戦争中であっても武力紛争中であってもやってはいけないことを決めていこうという動きというのは、えーまあえー、と19世紀の末ぐらいから、えー、ありました。でいろいろな条約も作られてきました。 であの特にただ特に重要なものとしてはこの1949年のジュネーブ条約4つの条約があるんですけれどもそれとそれから1977年の追加議定書というものがあります。これは、えー、とこういった、まあ、あれをやっちゃいけないこれをやっちゃいけないっていろいろ書いてあるんですけれども、まあ、その中でも重大な違反 について、えー、戦争犯罪として各国がきちんと裁判にかけなさいよということを言っています。で例えば条約で保護される人これは傷病兵とかそれから捕虜あとはまあ文民ですね一般市民こういった人たちを殺したり拷問したり、えー、奴隷化したりすることあとはですね軍事目標でないその文民それ自体 を攻撃の対象とすることですね、まあ、こういったことが、えー、これらの条約の重大な違反として戦争犯罪であると言われていますで。これについては各国ともそういった戦争犯罪を行った個人をきちんと処罰しなさいよということが義務付けられています。ですので例えばウクライナで戦争犯罪が起こった場合にはウクライナはこれを処罰しなければいけません。 そのやった人間がこれがウクライナ兵であれロシア兵であれですね処罰する義務を負いますあるいはロシアはですね自国の兵士がそういうことを行ったのであれば処罰しなければいけませんそういうえ義務を課していますでここに普遍主義と書いたのはこういった重大な犯罪については仮に領域国や国籍国が処罰しなくてもその他の国も処罰できると ういう意味ではかななり特殊な定め方がされていますで国際刑事法廷例えばその旧、えー、ユーゴとかルワンダの裁判所あるいは ICC の場合はですね、まあ、こういった、えー、条約上の戦争犯罪に加えていろいろな戦争犯罪を対象としています。 で特にこの条約上の戦争犯罪は原則として、えー、国際的な武力紛争国と国との間の戦争にの中の犯罪なんですけれども、えー、国際刑事法廷は、えー、内,戦内,ら内戦とかですね、まあ、そういったものにもの,の、えー、戦争犯罪も対象にしているという特色があります。 でローマー規定の場合には、この8条でですね、裁判所は戦争犯罪、特に計画もしくは政策の一部として、または大規模に行われたそのような犯罪について管轄権を有するということで、これはもう非常に細かい規定が行われています。まあ、4つのグループに分けているんですけどね、このジュネーブ条約の重大な違反、あるいはその他の違反ですね、これは第1追加議定書とか、ハーグ陸戦法,陸戦法規。 これはまあすごく古い条約ですけども、そういうものの違反。この3、4というのはあれ内戦ですね、内戦中の戦争犯罪。まあ、こういったものをもう何十項目も挙げて、戦争犯罪と規定しているわけです。これが ICC が対象とする戦争犯罪ということになります。で最後にもう一つ、侵略というのがあって、これも ICC の対象犯罪なんですが、 これはちょっと特殊ですでこれは侵略行為自体を犯罪として、えー、裁くその侵略行為を行った個人を犯罪として裁くんですけれどもただこれはですね、まあ、侵略というのはかなり政治的な犯罪になりますし、まあ、もろにこう国家対国家の話ですよね。ですので,でなおかつこの侵略については安全保障理事会というのが、まあ、非常に強い権限を持っていると。 ということで、えー、侵略犯罪をどのように ICC で裁くかについては長らく合意ができず2010年に規定の改正という形で合意ができましたで、まあ、こういったことが書いてあるんですけれどもただ、まあそのえー、いろんな条件がついています例えばですねあの先ほど ICC の管轄権 で領域国または国籍国が締約国であれば管轄権が及ぶと言いましたけれどもえ侵略犯罪については侵略された国のみならず、えー、侵略した国の側の指導者つまりその侵略した側の指導者というのは当然その侵略した、えー、国の国籍を持っている場合がほとんどですけれどもそういったその国籍国もですね 被疑者の国籍国も締約国でなければいけないという縛りがついています、ちょっと特殊な縛りがこの侵略犯罪についてはついていますので、まあ、ちょっと今回のウクライナも、ですねこの侵略犯罪については ICC はちょっと動けないであろうという、まあ、これ、安保理が付託すれば別ですけれども、ちょっと動きにくいということになります。 で以上を踏まえた上で、えで、ー、ちょっとだいぶ時間が経ってしまいましたが、あのウクライナと ICC ということなんですが、まず、このウクライナの侵攻と国際法ということを考えた場合に、まず大前提として区別しなければいけないのは、国家がやったことと、それから個人がやったことです。 で国家がやったことというのは、これは国家という抽象的なその団体ですのでね、実際やったのは誰か個人に決まってるんですが、まあ、それでもあの国際法上は全然別の扱いになります。で通常、国際法というのは国家間の関係を規定するものですので、その国家が国際法上の違法行為を行ったときに、国家に国家責任が生じると。 いうことになりますでこの国家による国際法違反行為というのはいろいろあります。例えば条約に違反した、えー、例えば日仏文化協定違反とか、まあんまり違反ないと思いますけれどもそういった条約に違反する、えー、あるいはそういったその、えー、通商協定違反とかねそういう、えー、ものですね。でこれは、まあ、いろんな違反行為がありますけれども例えば今回の場合 侵略行為というのは、これは違法な武力行使にあたりますので、国際法違反ということになりますで。これはロシアという国が国際法違反を犯したということになるわけです。で、ロシアについては国家責任が、えー、責任が追及されなければいけません。ただ、今回の問題は、こういったことの責任の追及というのは、通常は安全保障理事会で行われますけれども、 ロシアが常任理事国であるためにこれが行えないと。でまあ、代わりに総会が決議をいたしましたけれども国連総会には強制権がないとこういうことになります。で裁判所が扱う場合にはですねこれは国際司法裁判所がこういった国家間の関係を扱います。これ同じあのオランダのハーグにある ICJ と呼ばれる方の裁判所です。 で実はこのウクライナの事態は ICJ にもかかっています。えー、ウクライナがですね、えー、ジェノサイド条約に基づいて、ロシアを提訴しています、ICJ にで。提訴すると同時に、えーと、暫定措置の要請をして、えー、国際司法裁判所がロシアに対して武力行使をやめるようにという暫定措置命令を出しています。 ただロシアはそれに従っていないということです。まあ、これがですね、国家としての問題です。でこれ以外に、個人ですね、先ほど言ったような犯罪というのは個人が犯すものですので、その個人の刑事責任の追及というのが問題になります。でウクライナで起きたことについて、まあ、その国家、 のの責任の追及なかなかまあちょっと今のところは難しいということになります。でじゃあ個人の責任の追及というのはどうかということなんですけれども、えー、とこういった戦争犯罪とかあるいは人道に対する犯罪の刑事責任の追及というのはどこが行うのかこれはまず第一に各国の裁判所国内裁判所です。 先ほど申し上げましたように、本来犯罪というのは各国が、えー、裁判を行うべきものです。で、えー、例えば、その、えー、キエフの近郊で起きた、えー、戦争犯罪であ、あるいは人道に対する犯罪というのは、本来、領域国であるウクライナ、あるいは国籍国であるロシアというのが訴追、処罰すべきものになります。 で第三国における訴追というのもあります。えー、実際にですね、あのかなり、えー、日本ではあまり例がありませんけれども、ヨーロッパではかなりこういった例もあります。えー、と割とあの最近、先月だったと思いますけどね、オランダの裁判所がアフガニスタンで、えー、戦争犯罪だったか、人道に対する犯罪だったか、でえー、とアフガニスタンのですね、 えー、刑務所長、元刑務所長だった人に、えー、戦,争戦争犯罪ですね、報道によれば、<laughs> 戦争犯罪で禁錮12年の有罪判決を下したという報道がありました。でそれ以外にも、例えばドイツもですね、えー、シリアであるとか、まあ、いろいろな国で起こった犯罪について、えー、ドイツの場合はもう十数件の有罪判決が出ています。 これはあのもう本当に第三国で、例えばシリアでシリア人が犯した犯罪についてです。でヨーロッサパの場合は、あのそういった国から避、ね、難,難民として来た人たちについて、えー、まあそういったことがをやっていたということが分かれば、なおかつまあなかなかアフガニスタンに引き渡しができないという場合には、地獄で裁くということをやるわけですね。ですので、こういったことも行われています。 でそれが難しい場合に、国際刑事裁判所による刑事責任の追及ということになるわけです。でこれは、まあ、ICC の場合は、えー、まずいろいろな管轄権の要請が難しいのと、条件が難しいのと、あとは、えー、と捜査についてもです、ね、協力がないといけないということはあることがありますし、なおかつ、まあ、領域国ができない。 あるようなものであってかつ、えーまあ、指導者の責任を追及するというのが ICC の、えー、存在意義ですので、まあ、そういった刑事責任を追及していくということになります。でここでその他の国際法廷クエスチョンマークと書いたのは、まあ、一時期ですけれども ICC ではなくて独立のですね、まあ、例えばあのカンボジアに設けたような えー、裁判所ですねそういった裁判所を設立するというオプションをも、えー、一部の人が、えー、あ,あるという議論が行われたようですのでちょっと書いてみただけなんですけど最近ちょっとあまりそういうういい議論はないようですただ例えば侵略犯罪についてはですね、まあ、ICC がなかなかやりにくいので今回の件に関しては、えー、その他の国際法廷というオプションがあるのかもしれません。 まあただ、その他の国際法廷もなかなかロシアを侵略犯罪でというのは難しいので、それができるぐらいなら ICC もできるということになるのかもしれないですね。でじゃあ、実際にですね、その ICC がこういった捜査をやるということになると、えーまあ、ちょっと繰り返しの部分もありますけれども、どういった問題があるかということです。でまず第一は捜査協力ですね。 証拠をどううやって収集するかということいこ、まあ、今回の場合は犯罪が行われて比較的直後早期に現地に入っていてなおかつウクライナ領域国およびその他の関係国その他の関係国っていうのはそのウクライナを支援している国あるいはヨーロッパの場合はあのユ,ーロユーロジャストというこの司法協力を行う EU の司法協力機関があります。 でそういったところが、えーとまあ、かなり協力してるみたいですウクライナに。でこういった形で証拠の収集を行うただこの証拠の収集についても現地で何が起こったかはまあ比較的今言ったように明らかかもしれませんがうーんそこから上指導者との関係ですね。えー、の まあ指導者との,そのつながりつながる証拠を集めるというのはまたちょっと別の話ですのでそんなあの明確なですね、えー、なんか国防大臣がサインした虐殺しろというような命令書があるとかねそういうことはないのでめったにめったにというかないので、えー、通信の記録とかですね、まあ、通信傍受なんていうのもえそういった資料も使われることがありますけれども、えー、とそういったえその上につなげるための証拠というのはなかなか え難しいところです特にロシアの協力がないわけですから今回は。あと仮に証拠が、えー、とある程度の証拠が集まって逮捕状が出たとしても、まあ、今度は身柄の確保が非常に難しいということになります。であの特にこう国家元首になるとですね国家元首のこの免除という国際法上の特権がありますので。 なかなかまずロシア自体は引き渡さないでしょうし、当然仮にその国外に出たときもです、ね、なかなか厳守に手を出すというのは難しいという国も多いかと思いますので、まあ、そういった困難があります。あと先ほど申し上げたような国内裁判所当然、ウクライナも裁判をやるほかでも裁判が行われる可能性がある。 でまあ、そういった、えー、裁判所との関係をどう整理するのかですね、えーと。それからこの指導者の責任の追及というのはこの証拠の問題とはまた別に、えー、指導者には指導者なりの、えー、刑事責任というのがあります。えー、例えばですねあの典型的な例は上官責任という、えー、上官責任の法理というのがあって、えー、とこれはあの例えば軍隊の司令官が まあ自分で命令していないし自分はそういう犯罪をやろうと思っていないんだけれども部下が戦争犯罪を犯したでそれについて知っていたのに何もしなかったということについて刑事責任を負うというそういったかなり特殊な法理があります。ですのでどういったこれはかなりややこしい、えー、国際法上の議論になりますけれどもどういったものを使うのか。 どういった責任の追及をしていくのかというのが問題になると思います。であとはですね、実際にまあ仮に訴追がうまくいった場合、仮に有罪になった場合のその例えば被害者ですねとの関係、賠償をどうするか、えー、例えばその資産、この資産の没収追徴というのはかなりこれは通常のあの刑事事件でも難しいですけれども。 えー、ICC もここのところもいろんな国にの捜査に国の協力に頼らなければいけないので、えー、かなり難しくなってくると思います。まあ、こういったようなさまざまな問題があることはあるんですけれども、えーまあ、ただやらなければいけないことはやらなければいけないということであのやっていると思います。 ICC には時効はありませんので、これは、まあえー、しかもまあ何が起こるか分かりませんので、今までもですね例えばバシール大統領、スーダンの大統領にしてもずっと身柄の確保はできなかった、ただ、えー、政府が変わって、ですね、えー、一時期、えー、引き渡すという話になって、実はまたちょっと揺れ戻しが起きているみたいですけれども、えー、どういったことが起こるか分からないので。 そこはあくまでも刑事責任、まあ、真実を明らかにするということはそれ自体特に被害者にとっては大きな意味があることです。でどうせできないんだから何もしないっていうのとできないかもしれないけれどもやれることはやるっていうのはまあ全然別の違う世界ですので、えー、まあやれることをやっているのだろうと思いますし、まあ、そうであってほしいと思います。 えっと、それではちょっと駆け足になった部分もありますけれども、これで一旦私の方からのお話は終わりにしたいと思います。難しい話をかみ砕いて説明していただいて、どうもありがとうございます。えー、それでは質問を受け付けます、えー。質問の受け付け方を改めてご案内いたします。 会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名いたしますので、お近くのマイクを使って、お名前とご所属をおっしゃってから質問してください。ご質問に際しては、感染拡大防止対策のため、マスクは外さないようにお願いします。オンラインで参加されている方で、直接質問したい方は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタン、手を上げるを押してください。 えー、私が指名しましたらミュートを解除して質問をなさってください。またテキストの質問は同じく Zoom の画面下の方にあります、Q。Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読いたします。それでは会場から。えー 個人会員の川北です,、えっとですね、まず一つお聞きしたいのは、えーまあ、ICC は国際機関なので一つの機関の中に全てが入っているということで裁判所部門裁判所であるにもかかわらず裁判所部門と検察部門が同じところにあるわけですね。で全く別だというふうにおっしゃったわけですがこれ本来この裁判所部門と検察部門というのは完全に分けられていけなければいけないわけですよね。 具体的にどのようなファイアウォールがあるんでしょうか、それは具体的にどのように運用されているんでしょうか。あともう一つはですね、これはあの、ICC の正当性に関わる問題ですかね。近年、アフリカ諸国がですねかなり大規模な脱退の動きを見せていて、まあ、実際に脱退したのは、まあ、ほ、ま、ん、あのわずかのようですが、相当脱退の動きを見せている。しかも 基本的に反 ICC の動きはですね、まあ、相当強いわけですね、全部ではないんですが、このあたりは、ね、ICC に対する、まあ、不信といいますかね、正当性の問題ではないかと思うんですが、この辺をどういうふうにお考えでしょうか。ははい、いいごご質問あありがとうござまます。えっと、まず検察局あるいはまあ裁判、 所ですかね。あの裁判部の独立性の確保ということですけれども、これは基本的にはあの同じ建物の中にあるだけいや実は建物も違うんですけどね。あの五つぐらいの建物に分かれていて、そのうちのえっ、ー、と二つを、えー、検察局が使っています。でこれは人事も別ですし、えー、予算も別です。あの予算はですね検察局は検察局裁判部は裁判部で作って でそれを最後にあのしつくあの一緒にして出しますけれども、えー、とそこも別です。でなおかつ、えーまあ、そうですねもちろん人事権は、えー、検察局がの人事権は完全に検察局が持っています。まあ、人事権が一番大事だと思うんですけれどもあとは、えー、といろんなまあシステムもです、ね、違いますしあのそこはただ単にこう建物あ同じ敷地 の中にあるあるいはですね、えーとうんまあ、同じそのローマ規定という条約に基づいて作られているというところだけ共通点は、だとお考えいただいた方がいいと思います。でもちろんあの、えーとしえー、裁判所裁判,裁判部には別にあの捜査の権限もありませんし、 えとまあ、もちろんその逮捕状を出したりするのは裁判部ですけどね、えー、とそこはまあかなりあの確保されているそこが問題になったケースというのは、えー、あまりないですね、まああの。検察局で昔働いていた職員が裁判官になった時にちょっとあのそれを問題視した、えー、事例があった たような気をすいませんあんまりあんはやふやなことを言ってはいけないんですけれどもえっ、ー、とまあいずれにしてもあの独立性という意味ではあんまり問題はない起こっていないと思います。それからあとはえっ、ー、とアフリカなんですけれどもあの 確かに一時期ですね、えーと、特にはこのスーダンのダルフールのバシル大統領のケースと、それからケニアのケニアッタ大統領の、えー、裁判をきっかけに、まあ、アフリカでその反 ICC と呼ばれる運動があって、当時の AU ・ <laughs> AU アフリカ・ユニオンが、まあ、かなりいろんな決議を出したりしていたんですけれども、ただ、あのまあ、東アフリカの国ですね、特に、の反発は強かった。 と記憶しています、うん、ただそれ以外の国西アフリカ南アフリカは南,南部西部というのは比較的、まあえー、ICC に融和的というかそもそも ICC はアフリカの事件が多いんですけれどもそのかなりの部分が自己負託なんですね自分で持ってきてるんです事件を別に誰かが強制的あの検察官の、えー、検察官の,その捜査権限とか アンポリではなくてほとんどがでですすね自己負託の事件ですでかつその締約国の数が圧倒的に違います他のその紛争多発地域に比べて。ということで、まあ、若干やむを得ない部分が、えー、あったし、まあ、その辺は今は一ところよりは、えー、理解されているのかなという感じはいたしますけれども。 ただ、これはですね ICC の側もきちんとした広報努力を行わなければいけないのは現実でして、まあ、そういう努力は引き続きやって,ってもらった方が良いと思います。まあ、ちょっとお答えになったかどうか分かりませんけど。すみません、えーと、共同通信の稲葉と申します。お話ありがとうございます。 えとあのご紹介いただいたのコアクライムの中で、す、ま、べ、あ、てあの今回、ウクライナの件で報道されている内容が事実であれば、あのほとんど該当するような気もするんですが、あのまあ、ジェノサイドが難しいとか、もしそういうご見解があれば、教えていただきたいのが一つと,と、お話しいただいた内容をお聞きすると、ICC に今できることはあの、捜査と証拠の収集だけなんでしょうか。他になんかあのウクライナの裁判所ができない 訴追に向けた具体的なことは何かできるんでしょうか。よろしくお願いします。はい。あの。私はももちろん報道でしか知らないので。しかもほとんどの報道はそのキエフの近郊ですよね。で起こったことです。でその報道から見た限り、えー。戦争犯罪は確実に該当すると思いますし。 えー、おそらく人道に対する犯罪というのも成立する可能性がかなり高いかなという感じはいたします。でジェノサイドについてはその意図の証明というのがかなり難しいということもあって、えーまあ、ウクライナ人集団を殲滅する意図があったのかどうかまあ期間も短い占領期間もそんなに長くありませんしうーん。はい そここのののとととろの立証がちょっと難しいいかなという印象は受けますあとは、まあ、侵略犯罪については先ほど申し上げたとおりです。あと ICC が今できることというのは、まあ、裁判所ですのであの政治的機関ではありませんのでこれはあの捜査・訴追をやるところですので、まあ、捜査・証拠収集ということ。 が本来やるべき仕事であって、それに集中するべきかなと私は思います。あマイクに向かってお願いできますか。卒業が実際にできるのかどうか、できるんだったら誰ができるのかとか、そういうあの意味合いだったんですけども。あえー、っと、そこはもう証拠次第ですので、何とも言えないと思います。その 現地の現場でその特定の兵士が何かをやったという証拠というのはひょっとしたらウクライナはかなり持っているかもしれませんけれども多分その訴追はウクライナがやると思いますので先ほど申し上げたように ICC はかなりその背後にいる人をやるとするとその証拠がどの程度集まっているかというのはちょっと私は知りませんのでし多分言わないと思いあんまり外には出さないと思いますのでそこはちょっと何とも申し上げられません。 あのその関連なんですけれども、ちょっと私からもお伺いしたいのですが、アメリカのバイデン大統領は、まあ、かなり感情的にプーチン、ロシア大統領を戦争犯罪人だとしか、えー、るべき責任を取らせると言ったり、ウクライナで行われていることはジェノサイドに他ならないと。で、まあこのジェノサイドについては、えーまあ、報道官がとか国務長官が後で火消しに回ったりしているんですけれども、あのー、今、尾崎さん ウクライナではおそらく戦争犯罪それから人道に対する罪が、えー、ロシア軍によって行われている確率はかなり高いだろうとでその現場でそういう罪が行われているでそれを行った国の指導者をの責任を問うっていうのはやっぱり ICC の今までの経験から言ってもかなりこう ハードルが高いというか、時間がかかるというか、体制が変わる必要があるとか、逆に言うと、その犯罪を犯したであろう国の協力がない状態で、どれぐらいのことができるようなものできるんでしょうか。あの、これもですね、うん、その、なんていうか、あまり一般論では言いにくいところで、誰をターゲットにするのかにも。 よりますその指導者といってもいろいろなレベルがありますのでその、まあえー、現場の指揮官というのはもちろん簡単だと思いますけれどもその一つ上の実際現場には入っていないけれども、えー、軍司令官クラスであるとかあるいはその文民の指揮官例えば国防大臣とか、えーさんまあ、あるいはこう、まあ、軍人では参謀本部の人とかですね えとそこからさらに上の、えーまあかかまあ、閣僚大統領どういう形で関与しているかにもよ,よると思うんですねあとはの、えー、と民間の軍事会社というのもだいぶ入っているみたいですのでうーんそういう場合はそれに関与どう,、まあ、どういう人がトップにいるのかにもよりますしそれによっても本当にあのなんていうか集めるべき証拠が変わってい きますので何とも言えないところです。ありがとうございます。すいません、TBS テレビの岡村と申します。本日はありがとうございます。あの今までの話ですと、まあプーチン大統領が ICC によって何かしら訴追っていうのはかなりハードルが高いと。 いうことは分かったんですけれども、一方で、訴追がなされなかったとしても、真実を明らかにすることは、被害者にとっては意味のあること、意義のあることというようなご発言もありましたそこの意義という面に関しては、もう少し詳しく言うと、どういう意義があるのか、また停戦交渉なんかに与える影響という点については、ICC の捜査、どのようにお考えでしょうか。そうですねあのもちろんあの 非常に分かりやすい意義としては時効がありませんので体制変換はいつでも起こり得るということですよね。でそれに備えてあの必要な証拠を集めておくということあとは、まあ、あるいはその、まあ、プーチン大統領は難しいにしてもそこから下のちょっと下の人たちというのは国外に出る可能性はありますよね常に。で、えー、とそこでその身柄を確保するということが。 可能性としてで,きないわけではないあるいは、まあ、ちょっとここは全くちょっと口頭向けな話かもしれませんけれども、実はすでにロシア領域外にいる黒幕的な、例えば軍事会社のそういう人がいるのかもしれないですから、まあ、そういった実際的な意義は常に、えー、とありますし、まあ、それとは別に、うん、これはむしろ、その、なんていうんですかね、刑事裁判全体の意義、これは、うーん。 確実に訴追あるいは確実に有罪にできない捜査はやってもしょうがないのかっていうそういうそういう話だと思います。まあそれはその私たちがその刑事事件というものあるいはその刑事システムというものをどういうふうに捉えるのかにもよると思うんですけれども。 うん私はやはりその社会にとってそのこれはそのただ単にこ民事事件のような形の,そのまあ損害を与えた人と与えられた人の関係だけではない、えー、社会の中でこういった行為というものが許されるか許されないかを明らかにするとかうんあるいはその被害者にしてもですねとの関係にしてもそのその。えー 自分たちが社会の中で、まあ、なんていうかな、自分たちの受けたものを社会がどう認知するのかっていうことを示すことというのは、私は大事だと個人的には思っているという趣旨です、ね、あの個人会員の浦と申します。 あの今の場合ですねつまり、えー、国際法を犯して戦争を起こして、えー、他,他国を侵略したとそういうことに関する指導者の責任っていうのは何らかの方法で追及して、まあ、結果責任を起こしているわけですけどねそれは何か国際今の国際的な秩序のあり方としては何かちゃんとやるところはあるんでしょうか あのその個人の責任ということになると,、えー、と ICC 規定の侵略犯罪ということになりますけれども ICC はそれについては、えー、と手を出すのは難しいなぜならばその国籍国が締約、えー、国でなければいけないという規定がありますので、まあ、ただその国籍国のですね 日が変わって管轄権を受諾する、まあ、ちょっと後,後付けの受諾っていうのは、ちょっと、まあ、それはそれで問題かもしれませんけれども、あるいはその安保理が付託するということはあり得るわけで、これは例えばそのロシアの体制が変わって、変わ,変わってその、まあ、ちょっとすごくあのなんというか、仮定の話ですけれども、でその拒否権を行使しないということを決めるということになれば、まあ、それはあり得ると思います。 ただ、あとはですねその国内法でそういったその侵略犯罪についての個人の責任を追及するような国内法制を取っている国というのはありえますので、えーまあ、そういったところでの訴追が行われる可能性はゼロではないと思います、難しいと思いますけれども、えー、オンラインでの質問をいくつかご紹介したいと思います。 個人会員の原田さんからの質問で ICC の規定上、弁護人の選任であるとか、弁護人の権利がどのように保護されているか、弁護関連の所定続きの中での権利、義務はどのようになっているのでしょうという質問です ICC はあの弁護人制についてはかなり手厚い制度を持っています。 でもちろんあの被疑者被告人は自分の弁護人をつけることができますしそれからあと仮にその視力がない場合弁護人を雇うお金がない場合には ICC がお金を出してえ弁護人をつけるということも行われていますでまあそういう場合は今までのケースはそういうそのケースが非常に多かったんですけれどもあの弁護人の、えー、とリスト というのがあの、これは事務局がやってますけど中立的な立場でやってますから弁護人のリストがありましてその中から選任していくという、えー、ことをやっていますでそのリストというのはあのうーん例えばですね、えー、っと今どうなってるの例えばその本国でそれぞれの国で放送資格があって10年以上の刑事弁護計 経験がががああるとか、まあ、そそうういっったた条件があってしし人たが登録します確か日本人でも登録してる人いると思いますけどねそういう中から選ぶとであとはあの弁護人をサポートするための,あの組織これもですね、えー、非常に独立してる組織なんですけれども ICC の中で人事を含めそういったあの、えー、と組織も、えー、ありますしあとはその弁護人が作る えなんていうかなあのいわゆる日弁連みたいなに該当するようなですね組織というのもあります。ですのでまあ、弁護人に関してはかなり手厚いいろいろな手当がされていると思います。えー、共同通信の OB で、えー、広島修道大学の船津さんからの質問です。ジェノサイド条約に関する質問で、えー、日本はジェノサイド条約に不参加ですけれども。 不不参加ででああるるることとによる不都合といううののはあるのでしょうか、えー、国際社会はそのジェノサイド条約に参加していない国をどういうふうに見ているのか。まあ、ジェノサイド条約はかなりたくさんの国が参加していますので参加していないということ自体は、まあ、ちょっと目立つかなという感じは、えー、としますがあの。不都合という 点はですね、えー、と仮にそのジェノサイドを、えー、誰かがやった場合にあの処罰するときに、うん、多分日本でもそのさっきいろいろなジェノ具体的な行為はこういう行為ですよ子供を強制的に移すとか殺すとかって言いましたよねで通常の,その刑法上の、えー、と犯罪で、えー、多分日本でも裁くことはできる。 もちろんあの殺人罪になりますし、まあ、いろんな誘拐罪にもなるかもしれませんし、えー、ですので、まあ、考え方によってはそれでできればいいじゃないかという考え方もないわけではないです。でただですねあのそれに対してその単なる殺人あるいは単なる大勢の殺人 なのかそれともそれをやはりその国際法上の犯罪としてのジェノサイドときちんと位置づけるのかというのは、えー、とこれはまたかなりあの違うと思います、やはり。のでそういう意味ではまあ入るというオプションはあると思いますけれども。えー、もう一つ本田正和さんからの質問です。 えー、基本的質問で恐縮ですが、えー、軍事独裁政権が自国内で自国民を弾圧し、大量虐殺した場合など、ICC がその独裁者の訴追はできるのでしょうか、えー、その独裁者がの国がその締約国であれば、 えー、どこかの国が付託すれば、まあ多分その国はしないでしょうけれども、どこかの国が付託すればできます。ただ、実際にその証拠集めなどは非常に難しいと思いますね、あのその国に入れないので、なので、まあ、逃げてきた人から事情聴取するとか、そういうことになってしまうと思います。であとはもちろん、安保理が付託するということも可能ですね。 例えばまあスーダンのダルフールとかリビアというのはまさしくそういう例でしたあとはあの例としてはそのミャンマー・ミャンマーバングラデシュ時代というのがあってこれはいわゆるロヒンギャの人たちのケースですけれどもミャンマーは締約国ではないそれからただバングラデシュが締約国なんですね。 であれはこのかなりあの大量の追放を伴う、伴っているまあ弾圧です。で、その追放自体というのは、国境を越えて行われるので、犯罪行為の一部がバングラデシュの領域内で行われているということで、まあ、犯罪が締約国の領域内で行われているということで、まあ、あの捜査を開始したという事件ですね。 ですので、まあ、いろいろな捜査の,、うん、の開始をいろいろな形でやることは可能です。ただ、その両被告が全く、えー、協力しない場合に証拠がどの程度集まるのかというのはまたちょっと別の問題になると思います。うん もう一つ私から伺えればと思うのですがあの4月にカ主任検察官がブチャに入って、えーまあ、いろいろ捜査証拠集めなんかもされていると思うんですけれどもこう今後の進め方なんですけれどもいろいろオンゴーイングに起きて いいるという,ふうに思われて例えばマウリポリであるとか東部戦線の方であるとかいろんな場所でいろんな形の戦争犯罪あるいは人道に対する罪が行われていることが推測されるんですけれどもその ICC の今後の進め方としてこうパッケージで全部一通り停戦みたいなものが成り立ってから全部パッケージで訴追していくのかそれともこう 状況が長期化することも予想されている中、その例えばブチャでの状況について、えー、こういう人が関与したというふうにこうそのつかさつかさというか現場現場でやっていくのかどういうパターンがあり得るんでしょうかえこれはもうまさしく検察官が判断することですので何とも申し上げようがないですけれどもまあ法的には別に 待つ必要はないですね立証できればいつでも、いつ,、まあ、いつでもあの、例えば逮捕状の請求などはできると思います。ただ、それをどういうタイミングでやるのか、あるいは他の犯罪、まあ、特にその東部で何が起こっているのかというのは、ちょっとかなり、うん、大変だと思うんですね。もっと多分、おそらく西部よりももっとひどいことになっている可能性が高いので。 えー、そちらをどう見ているのかというのはもうその辺はもう本当にあとあのこう訴追される側にとっての不都合というかあのこう平たく言うと戦争犯罪を犯している国の指導者にとって ICC っていうのはどれぐらい嫌な存在になりえるんでしょうか例えばプーチン氏にとって ICC はどれぐらいこう嫌な存在なんですかねその ICC の最高圏っていうのは終身刑ですよねでさっき尾崎さんおっしゃったみたいにそ,、ね、その ロシア国外に出にくくなるかもしれないっていう不都合はあるかもしれないけれども、その、なんでしょう、もともとそんなに外国に行くようなタイプでもないとすると、どれぐらい嫌なんでしょうかね、その不名誉と感じるとか、まあ、これ、本人の受け止め次第受け止め方次第で、それを不名誉と感じるかどうか。 あるいは、まあ、全然そうじゃないのかというのは本人の受け止め方次第で、まで、あ、それ以上にそのロシア国民の受け止め方次第だと思います多分一番怖いのは国内で支持を失うことだと思いますのでそれに対して、えー、ICC が影響を与えるのか与えないのかというあたりですね。 あとは現実的な不都合というのは、まあ、確かに国外に出にくくなるというのは、まあ、今の時代その国外に出れない指導者というのはかなりそれだけでもあの、うん、ちょっと大変かなという感じはいたしますけどねあとやはり絶対に失脚でできないですよね、うん、これは相当なプレッシャーだと思います。 個人会員の小田です、えっと、日本政府と ICC の関係についてちょっとお話を伺いたいんですが仮に例えばあの、えっと、今、金さんも ICC の判事されてますがもし尾崎さんが今の ICC にいらっしゃった場合に,に例えば証拠の集めとか日本政府に対してどういうことをしてもらいたいか、まあ、要するに日本がどこまで協力できるかという問題があるんですが。 それと合わせて、つまり日本が日本政府としてどこまで ICC に協力できる、貢献できる権限を持っているのか、そのあたりをちょっと教えてください。えと日本はで、まあ、あの非常に端的に言えばで、かつこれはもう検察官も言ってますけれども、捜査というのはお金がかかります。で、日本は ICC の最大の拠出国です。 これは別にあの好きで出してるわけではなくて、分担率にのっとって出していて、アメリカも中国も ICC に入ってなので,で、日本が必然的に一番分担金が多くなるという、それだけの話なんですけれども、それをちゃんと払って、なおかつ、ですね多分あの補正予算の当然要求をしてくると思うんですね、実際そう言ってますので、そういったものについて、 その予算を承認するのは締約国会合ですからかつ日本はその最大の分担金輸出国として非常に締約国会合でも予算関連では大きな力を持ってますので、まあ、そういうところでですね捜査がしやすいようにするというのはあのかなり日本ができるたちまちできることだと思います。あととはは実際ののに対する協力というのは あのまあ、私も余震やったことがないのでそんなに詳しいわけではないですけれどもあの、まあ、例えば日本においてそんなに戦争犯罪の訴追経験があるとか、まあ、それはないんですけれども通常の犯罪ですと例えば日本の警察が非常に優れている面があってこれはまあいわゆる鑑識的な活動ですね証拠の,その保全 であるとか分類であるとか、そういう電子証拠であるとか、もちろんあのヨーロッパの国がかなり強力に入っているみたいですけれども、もし日本に比較優位のある、日本の捜査機関に比較優位のある分野があれば、そういったところを補うということは可能だと思います。まあ、向ここううの要請があれればということいですけれども ののす聞あ読売新田口で ICC と米国の関係についてお伺いしたいんですけれど、そもそもアメリカは ICC に対して懐疑的批判的な立場だったと思うんですけれど、今回は、まあ、協力的な姿勢を示していると思います。 そこであの、IC、あのアメリカについてなんですけれどその自分の国の捜査はさせないのに他国についてはまあ協力的だというところでその、まあ、都合がいいと見るのかそのあ非常に歓迎したいというか協力あの歓迎するべきだと考えるのかというその大崎先生の見解をお伺いしたいのと今後、将来にわたって i c c にアメリカがどういう関与をしていくべきなのかということについてはあのお聞きしたいですお願いします。 あのアメリカの ICC に対する立場というのは政権政権でかなり違っていて比較的融和的な政権と非常にあのなんというか制裁までしてしまう政権といろいろあるということが一つで、まあ、将来どう変わっていくかちょっとよくわからないですねであとはあのうん都合のいい時だけ使うというのはもうこれは政治と世界ですのである程度しょうがないと思います。 例えば、そのリビアとかダルフールとかまあ、シリアも確か、アメリカは付託に賛成していったような気がします。けれども、それはあの使えるものは使うというのはえー、まあ当たり前なので、むしろ icc は使われてなんぼの組織だと思います。で、まあ、そうですね。今後まあ、先ほど申し上げたように、政権によってかなり態度に違いが出てきてしまうので、アメリカのその。 うん、ちょっとよくわからないですけども、でも今回、ICC がある程度の何らかの成果を上げることができれば、えーかわ、ちょっと変わってくる可能性もないわけではないと思いますけど、そこはもう何とも言えないところだと思います。えー、個人会員のの片山でですす、えー、あるいいは聞き逃してししてまったのかもしれないんですが ICC のこれまでの活動の中で、えー、判例というか判決のですね実績の大きなものとかあるいはそのどんな判決があったのか例えば私ちょっとピント外れかもしれませんけれどその第二次世界大戦の時に東京裁判で戦勝国連合国はまあどういう権限がとにかく戦勝国側の立場として 裁判をしして日本の戦争指導者を死刑までしたと例えばそういうこともあるんですが ICC の場合いろんな訴追を受け取ってどんな判決をされてそれがどんな <laughs> 実行された例があるのかをちょっと教えていただきたい。 えっと、先ほどちょっとちらっと、ちらっとっていうか、先ほどお見せしたあの、えっと、外務省の,その資料のところにです、ね、ICC による捜査訴追の状況というのがあって、あのちょっと後でこの,あの URL を見ていただければいいと思うんですけれども、まあ、大体何件有罪になって、何件確定したか、あるいは無罪になってるかというのがもう出ています。 で今まで一番、えー、と有罪判決が複数出ているのは今後、今後民ですね。で、えーと、有罪が3件、無罪が1件です。で、えー、そのうち有罪3件のうちの2件が上訴審、3件か、三件ともかな、確定しています。であとはですね、えーと、マリの事件というのがあって、 でこれも確定していますでこれはです、ね、あのいわゆる、まあ、あと本人が罪を認めたというケースですね、あのトンブクトゥの、えー、と文化遺産を破壊した、えー、戦争犯罪なんですけれども、これは、えーそうまあ、本人が認めたことによって裁判がわりと早く進んで、えー、ユーザー判決が確定しています。 あとはですね、第一審はかなり、例えば中央アフリカのケースなどで、第一審が今やっているところという感じですね。まあ、今までそうですね、確定したのはやはりアフリカ、特にコンゴ、まあ、これ全部自己負託、自分で負託したケースですけども、それが多いですい、えー えと重さはですね、えーと、向きはまだいないかな。30年というのが一番重いと思います。これは、えー、とこれもこれ今後のケースで、えー、と人道に戦争犯罪と人道に対する犯罪です。それでは、えー、最後の時間に。 なりましたので最後の質問をオンラインから日経新聞の田辺さんからのご質問でえ各メディアの報道やえヒューマンライツウォッチなどの国際人権 NGO こういったところによる犯罪の証拠は ICC の証拠集めの参考になり得るのでしょうか参考にはもちろんなりますただ証拠として使えるか使えないかはちょっとまた別で ここれはあの裁判判所が判断することになりますであの例えばその新聞報道というのはそれ自体は伝聞証拠ですのでなかなか証拠としては使えませんねただあの捜査の端緒にはなりますしうん例えばその上官責任上責任はその部下が犯罪をやっていたのをやったことを知っていたのに何も知らなかった 何もしなかったというのが刑事責任の形態になるんですけれども知っていたかどうかっていうのにこれだけ報道がされているのに知らなかったわけがないみたいな形で証拠として使われることはあります。あとその NGO の,の例えば報告書のようなものについてもこれも基本同じなんですがただ最近はですねこの NGO もこういったその、えー、裁判で証拠として使えるものをちゃんと意識して、えー、集める NGO とか、まあ、あるいはあの国際機関でもそういうことをやっているところが特定の,あの例えばシリアとかですね、うん、についてそういった機関ができていますのであのそ,そこは皆さんだいぶこう意識が広がってきたのかなという感じはします。 例えば ICRC から ICC に直接こんなビデオを撮ったとか、そういうことも。えっと、ビデオはちょっと難しい、うんまあ、そのビデオを撮った人が、えー、っと証言するということになりますね。で、ここはこういう、どういう状況で、どういう形で撮ったものですというので、えーまあ、そこでちゃんと反対尋問も受けてもらうということになると思いますけど。 小崎さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。ちょっと最後に記号をご紹介したいのですが、忘れないというふうに書いていただきました。忘れないに込められたお気持ちというのは気持ちというのもとはないんですけれども、やはりあのもう日々いろいろなひどいことが起きて いるので、あのまあ、やはり忘れないというのが常に考えているということでは全くないんですけれどもあの忘れないというのが非常に特にこういった事件については大事かなと思っただけです、はい、ありりがとうございまました今日の会見はこれで終わります。